はい、どうも、コミです。さて、本日もこちら関西クラクラクラブのホームからお届けしたいというふうに思うんですけども、テーマはですね、最大の敵を見落とすなかれというところで、おそらくですね、多くの方が、このね、敵に対して何度も悔しい思いをしてらっしゃるんじゃないかなというふうに思うので、本日はその撃退方法をですね、ちょっとお話ししていきたいというふうに思います。まずは、このですね、アタックをご覧ください。ですね、今回のアタックは天才ラバルですね。自分これ結構なんか最近、クラダイス対戦リーグの今、チャンピオンにいてもですね、だいぶ使える村が多くって、ありがたくね、活用させてもらってます。今回の話っていうのは、まずこんな感じで、相手のアチャクイ、イーグル砲、クランチョかな。この辺を全部潰してから、スーサイドを仕掛けていってっていう、ところの話になってくるんですけども、ですね、ここ全部こう壊していきますね。ここをガツンとこういう風にですね、壊していってからラバルをこんな風に回していくっていうイメージですかね。こんな感じで、結構ですね、プランニング通りに進んでます。なんて言うんでしょうね。Sサイドのパートっていうのは、序盤、始めたばっかの頃こそね、どういう風にヒーローが動くのかすごく慣れなかったんですけども、慣れてくるとだんだん、これが、やりやすくね、なってくるんですね。で、最近は、ある程度動きが予測できるようになってきたかなというところで、ここまで至るのに大体150回ぐらいかな。いろいろ攻めをね、やって、練習しました。で、再度やったことがなかったね、自分。それぐらいやったんですけども。こんな感じですね。で、残り時間が、大体2分弱ぐらいですか。のところから、ラバルパートスタート。決してね、悪くはないと思うんですね。遅くはない、ラバルのスタートなんですけども、確かちょっと遠くから出したからだいぶね、スローな展開になってます。この辺で、投石機とかね、あとはエアスイーパーもなければ、対空砲もマルチインフェルも、そのバルの怖い施設が何もないので、ゆっくりこうね、回していったっていうところですね。で、ちょっとね、これバルーンが追いつくまで少しラバーを延命させたかったんで、フリーズを使って、で、ある程度バルーンが進軍してきたかなというところで、追加の、バルーンに、突撃艦を合わせてトームですね。このトーム、ちゃんとこの投石の対応を取るように今できたのが、自分的には良かったかなというふうにね、ちょっと思って、自画自賛じゃないですけどね思ってるところなんですけども、あとは一気に、ラバルを回してきますね。突撃艦の中には、スニゴブですね、スニークゴブリン5体とラバーハウンドが入ったんで、トルネードドラップも序盤に引いてましたんでね、これは確実に壊せるだろうなと思って、安心して突撃艦を撃ってきました。あとはもう圧倒的な、バルーンの数でね、押し切るというところだったんですけども、こっからね、40秒あったんですけどね、リプレイポチるときに、97% っていう風に書いてあったと思うんですけども、時間切れですよね。時間切れ。いや、これがね、今やっぱり本当最大の敵じゃないかなという風に思います。これで、前回50% くらい前回逃してるケースが僕自身多分あると思うんですよ。皆さんも、もしかしたらそれぐらいある方いるんじゃないかなと思うんですけど、それぐらいね、時間ってやっぱ今、シビアなんですね。で、今年に入ってからアップデートが何回もありましたけども、そのたんびにね、防衛施設だったり、ストレージの体力っていうのが上がってですね、HP が上がっていってるので、当然ながら壊すのに時間がかかるわけなんですね。一発そのアーチャークイーンが、その攻撃をするのに、大体1秒弱ぐらいかかるじゃないですか。そういうのが積み重なっていって、こういう何秒っていう差が、生まれてきてですね、最後時間切れで終わっちゃうと。で、これ自体はその、なんていうのかな、スーパーセルさんのね、多分そのゲーム設計だと思うんですよね。防衛施設は壊せて、でもあと一歩前回まで届かせないというね、その届かせないようにするためのポイントが、火力ではなくて時間の方でね、やってきてる。なので、防衛が全部壊せて、全部全開できないと悔しいじゃないですか。悔しいからついついね、もっと練習しようと思って飲み込んじゃうっていう、そういうパターンにね、ユーザーがなってくるんだと思うんですけども、自分も完全にそのパターンにね、綺麗にはまってですね、今一生懸命練習しながら、でもちょっとやっぱりこのままじゃダメだなと思って、思うところがあってね、本日、この動画を撮ってるというところですね。同じように天才ラバルで、キリさんが行くんですけども、
この救助さんのアタックは、まあ、30秒ぐらい残して全開になってます。で防衛施設も今若干、レベルが低いというのもあるんですけども、自分との違いは何かというところをですね、ちょっと、皆さんに見てもらいたいなというふうに思います。これね、圧倒的な違いがあるんですよ、あの私と救助さんのアタックには、ね、そこがね、あの本当にあの重要なポイントになってくるんですけども、まずはこのヒーローで狙っていくべきはタウンホールですね。まあ、レベル3のタウンホールなんで、なんだ、ね、多少まだ火力はまだ優しいものがありますが、そうは言っても、バルーンたちをね、ものすごい豪華で焼き切る、なんだ、能力は備えてますんで、これは、バルーンたちを出す前に処理していきたいですね。残っちゃうと完全にここで、グランドオーデンのトーム、使わされちゃうので、まあそうならないようにね、処理をしていくというところかなと思います。ウバキンがフィストを使って一瞬でタウンホールを破壊していきながら、アーチャークイーンは相手のアーチャークイーンと投石機まで見てますね。これクロークが残っているので、ここはもう楽勝で突破していって、圧倒的なアドバンテージを取ったところで、ラブルパートをスタートするというところですね。でさっき自分が1分40秒くらいかな、残ったところでラバルを始めましたけども、キリチョウさん、こっから全開に至るまでわずか1分です。ラバル出してから1分で全開まで行っちゃうんですね。で、その1分で行っちゃうのがなんでっていうところがね、すごくね、自分自身疑問だったんで、よく見ていったんですけども、これなんですよね。今、キリチョウさん一斉にここで、ガーゴイル出していきましたよね。ガーゴイル、ドドドドッと。でね、これがポイントかなというふうに思います。うまい人ってその攻めをしている途中でも回収のユニットを適時出していくんですね。適時、まあ、今回のキリさんの場合っていうのは、完全に、ラバーウントとバルーン部隊が、こっちの下半分のところをもう綺麗に、防衛壊してくれましたね。この辺ね、壊してくれてたんで、もうガーゴイルたちをぐるっとこうね、こっち側、まあ、反対か、こっち側がぐるっとこういう風にね出していって、幅広くカットをもう始めさせました。で、ね、これをやっぱね途中で入れれるかどうかなんですね。これがすごい単純なことで、いやそんなことかよ、それを言うために動画1本撮ったのかというふうにね、思うかもしれないんですけども、でも実はできてない人がすんごい多いんですね。防衛を壊すことに本当集中しちゃうんですよ。で、この部分を意識しながら、ちょっともう一回自分の攻めを見てもらいたいと思います。どこでね本当はねガーゴールが出せたのかっていうところをちょっと考察していきたいと思います。でね、そうやって見ていくと出せるポイントいっぱいあるんですよね。でもそこで出せてなかったのが、まあ自分のレベルの低さかなっていうところで、例えばこれですよね。こういうところもアーシャとかを出しても削っておけるんですね。こういう上のストレージなんていう、こういうところはアーシャ出せばいいじゃないかって話ですよね。で、今回そのアーチャークイーンをこれ倒したかったんで、ライトニングを先に打ったっていうのはあります。タイミング重要なんでね。ガーゴイルとかその、ベビドラをこう先に出してサイドカットを先にやらせるっていうパターンもあるんですが、まあ、それは相手のアチャクイやロイちゃんをライトニングに巻き込まない場合の方法であって、巻き込む場合にはしっかりと、ライトニング先に打った方がいいですね。事故が、防げます。で、まあ、こんな形でこう、ねヒーローパートを入っていきます。ここまでは多分いいと思うんですね。まあ、そんなに、まあ大きな問題はないかなというところだと思うんですけども、ドロイヤルチャンピオンが今ここで、相手の施設をね、こう壊してくれたので、だいぶ、サンジ側がもう施設がなくなってきましたよね。アーチャー島の、範囲がこんだけなんで、もう本当はここでボケーと僕待ってるんじゃないですか。僕何もしてないんですよ、ここ。呪文も打てなければ、ただ単にヒーローの進軍見てるだけです。このタイミングで、ここにガーゴイルをこう、ちょんちょんとね、一体ずつでもいいから出しとけばよかったんですよね。1、2体ちょんちょんと出しておけば、もうそいつらが残りの、まあ、1分50秒ぐらい、ずっと、相手の、施設を壊し続けるっていう仕事をし続けてくれたわけですよ。もうそれがね、自分そのタイミングを測るとかそういうことを意識すぎてできなかったんですね。で、これ。ラバルをこう出していきますよね。で、今ここで、じーっと待っていて、フリーズを打ってですね。で、この進軍を待ってですね、バルーンの進軍をこういう風に。この3秒4秒のラグ、ここで、ね、どこでバルーンを出そうかなってこうタイミングを測ってるうちに、この辺のね、体力の高いこうストレージにガーゴイル 2,3 体ちょん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 とこう投げておけばよかったですよね。で、防衛施設全然ないんですから、この6時方面で。まだね、開始のガーゴイル出てくる。やっとここで開始のガーゴイル出てくるんですよ、このタイミングで。なんで、まあ、ざっくり言って、1分間ぐらい回収に使える時間を無駄しちゃってたわけなんですね。できる回収をやっておかなかった。
でこういう風なことが出てきちゃうとやっぱダメですね。特にエリクサーポンプとかそういうのがいいんですけども、こういうねダックエルのタンクとか金庫とかそういうのがたくさん残っちゃった場合っていうのはもう本当最悪で、これをね、処理するのにめちゃくちゃ時間がかかっちゃいます。なのでやっぱ上手い人っていうのは、こういう、ストレージ系の処理がめちゃくちゃ上手いんだろうなっていうとこ、ストレージ系っていうかその回収のね、施設の破壊に、頭をねこう割くことができるんだろうなと思うんですね。あの攻めの戦況っていうのを、ちゃんと見ながら、一瞬余裕一息つけるところでふーと一息つくんじゃなくて、もうその反射的に回収をポンポンポンと出していく。多分ねこれってすごい言うは易してまたこれやるは難しなことなんですけども、おそらくそこができないとこういう、時間切れの悔しい涙をたくさん飲むことになっちゃうと思うんで、自分もですねもうワンステップ上に上がるためにそこのね練習をこれからちょっと念入りにやっていこうかなというふうに思います。まあ、1体2体でもいいですよね。ガーゴイル1、2体でもいいからポポンとね、まあ、陸やる場合にはウィザードちょんちょんと出しておくだけで全然違うんで、本当に全然違いますんでね、まあ、そこに関しては本当に忘れずにやっていきたいというふうに思いますんで、皆さんもね参考にしてもらえたらというふうに思うんですが、まあ、あとはあれですね、もう一個惜しいアタックがあって、これ見ていきましょう、ね、KK さんのアタックですね。ですね、これも時間切れなんですね。で、今回の時間切れの要素はもう完全にこの、ね、ライトニングパートです。もうこの超施設が密集してるんで、ここはもうライトニングでがっつりねイーグル砲から投石機から削っていこうというふうに思ってたと思うんですけども、ウェイクを打ってから、この約、8秒間ぐらいの沈黙ですよね。さらにそこからゆっくりこう狙って落としていくんですけども、ちょっとねこれが非常にもったなかったですね。これでもうすでに30秒40秒ぐらい使っちゃったので、あと2発残ってるのかな、はい、残り打っていきますね。これでもう30秒使っちゃってるんですね。これ非常にもったないですね。攻める前にどこに何発落とすのかっていうのはある程度頭の中でもシミュレーションをしっかりやって、それが固まった瞬間に攻撃を押すぐらいでもいいと思います。やっぱりねよくライトニング慣れてない方だと、まあ自分も含めて最初は本当そうだったんですけども、ライトニングをね慎重に落とし上がっちゃうんですね。ただまあちょっともしなんだったらこの1本前に私が出した動画、ライトニングの範囲の動画をちょっと見てもらえたらと思うんですが、範囲をしっかり分かっていさえすればそんなね慎重になる必要もないですね。トン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 と事前にこう頭の中でシミュレーションをしておいて、その通りにライトニングを打っていくということができれば、まあまあさほど大きな事故にはならずにライトニングは使えますので、そこはねしっかりと事前に準備してから臨んだ方がいいかなと思うところですね。ほんとねこの KK さんのタックめちゃくちゃうまくって、この後出てくるこのドラバルですね、タシの働き方っていうのもねめちゃくちゃもう美しいというの一言なんですよね。なだけに本当に、序盤のですね、ライトニングで使っちゃった時間がもったないですね。あそこの30秒かなのところっていうのを、もっと時間を別のところに使ったと思うし、これ、防衛軍をこうね釣らないところにこうヒーローがいんの分かりますかね。こういう風に今やられちゃってますけど、ヒーローがこういますよね、こういうところに。で防衛軍を釣らないようなヒーローパートをやるんだったら、ヒーローパートをね先にやっちゃうっていうのは手ですね。とか、ヒーローパートによってに置いて必要なサイドカットとかね、そういうのがあるんだったらそれ先にやっちゃうべきですね。でそうしておいて、その後にライトニングを打っていけばいい。特に今回みたいにこう施設が密集してる場合にはそれほど打ち間違いっていうのはありえないので、時間切れをねやっぱり意識する上では、ライトニングを後に回せるかどうかっていうところはすごいこれ重要になってくるので、回せるような攻めをするんであれば後回しにしてライトニング打った方が絶対にいいです。どっかで打つ隙があるので、当然ながらですね無理にそのウォールブレーカーで壁開けをしながら、なんだライトニング打つとかそういうのは厳しいですよ。厳しいけど大体そのヒーローパートとか入れるときってそのサイドカットをしてからヒーローパート入れるとかそういうようなことってあるじゃないですか。本当にもう3秒4秒の待ち時間が生まれるようなところって、でそういうところで3秒4秒でしっかりとライトニングが打てるように自分でその打つ場所っていうのを、あらかじめ、決めておいて、で、ユニットで削りをしている間にライトニングを打っていくっていうこういう順番ですね。
なので、まあ、この時間をかけないライトニングができるようになると、今言ったような、削りをしながらライトニングっていうことができるようになってくるので、まあ、そこのね、なんだ、慣れっていうのかな、をやっぱり身につけてもらうっていうのは、まあ、これからライトニングを使った声明をする方にとっては本当重要なポイントになってくると思いますので、本当に時間をね、甘く見ない方が、やっぱいいなっていう気がしますね。今回のその、タイテンリーグ、我々時間切れで何個星を逃したかと、前回逃したからね、JWC でもよくそういうケース見かけたりもするんですけども、本当時間が最近自分たちの中の大きな敵になってるんで、まあね、取れる前回も逃さないようにね、今言ったポイントちょっとまとめますと、先にライトニングを使わないでもいい場合、ヒーローパートンに削りを入れたりとかする場合、要するに、援軍が出てこないところでユニットを動かす場合は、先にそっちを動かしてからライトニングを使うというのがいいです。そういうのをやるべき。で、ライトニングを打つ場合も、打つべき場所っていうのをしっかりと攻める直前に、反復しておいて、時間かけずに打つというね、練習をちゃんとすべきかなというところが2つ目。で、3つ目は、攻めの途中で回収用のユニットを出すってことですね。これ本当に、本当も自分練習しようと思います。全然、今までね、甘く見てたんです、そこのところを。回収のユニットをしっかり出すというね、癖をつける。1個でも2個でもいいからちょんちょんちょんと出すとね。この3つをやっぱり意識してもらうと、時間切れのリスクは結構下がってくると思うので、ぜひぜひですね、参考にしてもらえたらというふうに思います。はい、というところでですね、本日の動画を終わりにしたいと思います。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。というところで、また次の動画で皆さんお会いいたしましょう。バイバイ。